上田原の戦い。上田原の戦いは、天文十七年二月十四日、1548年3月23日に、品野国上田原、長野県上田市で行われた、海野国の戦国大名武田春信、後の信玄と、北品野の戦国大、名村の力与との戦い。家督相続以来、品野制圧を目指して、連勝を続けていた、武田晴信は、 この合戦で重心と多くの将兵を失い、初めての大敗を起死した。上田原は、戦局川南岸に展開する弾宮平野で、現在は、上田原古戦場として保存されている。守護、武田家の内交が続いていた、海国では、永正五年1508年に武田信虎により、武田宗家が統一され、大英元年1521年には、 駿河国今川市の福島乱入事件を尻けて、斐の国内の統一を達成す。信虎は、品野国諏訪軍の諏訪市や駿河国の今川市、大木谷上杉市、山内上杉市と同盟を結ぶと、天文十年、1541年5月には、武田市と諏訪市、村上市と共に、品野作軍、小さ田組へ進行した、雲野の戦い。同年6月14日、 海へ帰国した信虎は、着南、春信により今川氏のもとへ追放され、春信が家督を継承する。この最中に、関東官令の上杉則政が、品の作文、小さ型組へ進行し、諏訪頼重は独断で、山内上杉氏とは僕を結び、領地を割上した。同十一年、1542年、諏訪頼重の行動を明約違反とした春信は、 高藤来次と、結び諏訪軍へ進行し、諏訪市を滅ぼした。ついで決裂した、来次を打ち破り、上原城に、家臣、板垣信方を城代として配置し、諏訪軍を両国化する。同12年、1543年には、作軍へ進行し、大井貞孝の長久保城を落し入れる。同13年、1544年には、藤沢寄地下と結んだ。 高藤雷継は、品野守護、小笠原長時の支援を受けて再び、諏訪軍攻勢に出たため、春信は、上稲組へ出兵して、高藤、藤沢勢を撃破し、雷継は没落した。同15年、1546年には再び、作軍へ進行して、内山城を落とし入れ、大井定清を捕らえた。同16年、1547年、春信は、 上杉の政と結んで抵抗する、笠原清重の滋賀城を包囲する。上杉の政は、小詰の援軍を派遣するが、お台玄の戦いで、板垣信方、あまり虎安に率いられた、武田軍に撃破される。武田軍は、滋賀城の目前に、お台玄の戦いで討ち取った敵兵の支給三千を、晒して一獲した。指揮を喪失した、滋賀城は陥落し、 笠原清重は討ち取られ、捕虜となった城兵は、奴隷労働者に落とされ、女子供は売り払われた。これは当時としても過酷な処分だった。村上氏は、姓は源氏の流れをくむきた信濃の名族であり、鎌倉幕府のご家人となり、南北朝時代、室町時代に入ると、信濃の支配をめぐって、守護の小笠原氏とも、たびたび戦火を交えていた。 この時代の当主の村上の力は、猛将として知られ、桂ツ城を本拠に、羽ニシ軍、高江軍、小さ型軍、水内軍を勢力下に収め、村上氏の前世紀をもたらしていた。村上の力は、武田晴信が、品ナの全土を支配するためにはどうしても倒さねばならない、難敵であった。村上氏の勢力圏と隣接する作軍を制圧した。 武田氏との戦いは避けられない情勢となった。天文十七年二月一日、1548年3月10日、春信は5000人の兵力を引き来た品野に向けて、進軍を開始した。武田軍は上原城で、板垣信方の率いる諏訪州や、軍内州と合流し、大門峠を越えて、小さな田軍南部に進行。一方、村上の力は、 天白山の巨城をか城と北東部の都市城を拠点に陣を敷く。さらに、岩花まで南下して上田平に展開し、三川、千曲川支流を挟んで武田方と退陣。2月14日、3月23日に、両軍は合戦となった。上田原合戦の外境を伝える資料に、勝山木、妙法寺記がある。勝山木によれば、この合戦で、 武田軍は、小山田信有の軍内衆が奮戦した者の,の板垣、信方、甘利虎安、西官、川内守、初鹿伝右衛門が内地にし敗北したという。合戦の具体的な経過について書き記した、同時代の資料はないが、江戸時代に書かれた軍仏、軍記物、公葉軍艦などによると、武田軍は8千余、村上軍は5千余、または7千余で、 武田軍は先陣を願い出た、真田幸綱を尻け、板垣信方を先陣に、栗原左衛門の城、尾部兵部所有、上原正栃、小山田虎光、小山田信有、武田天宮信主らが、村上方に攻撃を仕掛けた。先陣の板垣勢は、村上勢を撃破して、敵陣深く突進するが、勝ちに奢った信方は、敵前で、首実験を始めた。 板垣信方の油断をついた村上勢は、反撃に出て、不意をつかれた板垣勢は、混乱状態に陥り、信方は馬に乗ろうとしたところを敵兵に、槍でつかれて打ち取られた。これにより、板垣衆は崩れ、村上勢は勢いに乗って、猛攻を仕掛け、先人が敗れたことで後続の武田軍は突き崩される。公葉軍艦では、上田原合戦における戦死者は、 武田軍は700人、または1200人、村上軍は300人、または1700人としているが、その根拠は不明。村上の清が、武田晴信の本陣に攻めかると、晴信の旗本衆は交代し、脇備えの工藤幸久、内藤正秀と、馬場信房、信春が横槍を入れて、これを打ち払うが、晴信は2箇所に、薄手の傷を負った。以上の、 紅葉軍艦における上田原合戦の戦闘の状況のうち、小山田勢への奮戦と、春信自身の負傷は、勝山木からも活躍される。武田軍は、重心の板垣信方、あまり虎安を失う大敗を喫したが、村上軍も、八代元綱、小島権兵衛、天宮正敏らが戦死し、損害も多く追撃する余力はなく退陣した。合戦に敗れた。 武田軍だが、勝山記によれば、春信の指揮の元体制を立て直して二日余りの間、支派を通戦場に止まる。支派を通むは、芝、芝居を踏むの意味と考えられており、公用軍艦では戦場に踏みとどまる意味で用いられる、用語であることが指摘される。あまり虎安の子、東蔵、後のあまり正忠が、あまり氏の家督を継承し軍事指揮権を委ねられると、 春信を支援した。春信側近の小間田か次郎祭は、今井重義助と相談し、春信聖母の大井の方に働きかけ、大井夫人は、野村畜前主、春光出雲神を使者として派遣すると春信を説得し、武田勢は撤退する。武田勢は3月5日に、上原城へ到着し、3月14日には、天利東蔵が上原城へ到着した。 武田勢は3月26日に甲府へ帰還する。紅葉軍艦、勝山紀によれば、春信はこの合戦で2箇所に傷を負い、帰国後に甲府の島の湯、甲府市湯村の湯村温泉で30日間の湯治を行ったという。戦場に留まった理由として春信が負けを認めたがらなかったとの見方があるが、板垣信方、 あまり虎安死後に家臣に春信の指導力を示す必要があったことやすぐに退却したら村上軍が余勢を買って追撃してくるため退却までに時間を置く必要があったなど戦略的戦術的な意味があったとも言われる上田原の戦いは武田春信にとって初めての敗戦であった武田軍の敗北を知った品の黒人衆は村上氏 小笠原氏を中心に結束して、反撃に出る。諏訪軍でも西方州が反乱を起こし、武田氏の品の支配は危機に陥った。だが、春信は7月19日に、塩尻峠の戦いで、小笠原長時に対象。武田氏は再び優位を回復した。天文19年、1550年7月、武田軍は、小笠原領の千曲軍に侵攻し、長時は、 本拠林城を捨てて逃亡した。同年8月、春の部は、上田原の戦いの雪辱を果たすべく、村上市の市場の問石城を包囲するが、村上の力の反撃を受けて、再び大敗を喫した、問石崩れ。翌道20年、1551年、武田家臣、真田幸綱、幸高の計略により問石城は陥落する。真田幸綱は、 信濃国小さ型軍の雲の氏の一族で、天文十年、1541年5月の雲の平の戦いの後に、上野国へ亡命し後、武田家臣となっていた。村上の清は、桂ツ城に孤立して、抵抗する力を失った。同22年、1553年、武田軍の侵攻の前にの清は、桂ツ城を捨てて、越後国へ逃れ、長岡ゲ虎。 後の上杉謙信に援助を置った。これを受けて長岡ゲトラは武田氏と北信濃国人衆との戦いに介入し、北信濃をめぐり5時10年以上に及ぶ川中島の戦いに突入する。武田信玄を主人公とするドラマや小説では、上田原の戦いは春信の,の連戦連勝におった満身が敗因であるとし、板垣信方、 あまりトラすスラ高の重臣たちを失ったこの敗戦をその後の人生の教訓にする筋手になっているものが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。